今回のオネフェスは刮目せよ。うわかっけー。低音でおなじみ立木のおじきがヒーローから、ロースは勝つホットマンさんじゃ、女の子まで、私の名前はミシェル飛んだおてんば娘の16歳、おじきだらけの特別アニメが完成、超斬新アニメ、みんな見逃さないでね。声優イベント第2弾開催を目指すおねだり声優フェス。まずは何をやっても立木のおじきだったらかっこよくなる。いやでもやっぱり立木さんはもう何を読んでもかっこよくなる、うん、様になるっていうイメージがやっぱ強いかなっていうふうに思うんですね。かっこよくなりますからね。なっちゃうよね。やっぱり立木さんの声で煽られるとやっぱもう CM 待っちゃうもんね。またぐもん絶対。またぐ絶対。もうこのままテレビ見せたら立木さん喋ったら CM 行くなと思うもん。確かにね。僕その煽りっていうのね、何かっていうのちょっと俊介からね、あ、ちょっと一回説明していただきたいなと。はい、煽りとは、まあ、煽りとは、もう煽ってますけど、ね。もう煽ってます。もう煽ってます。これです。すでに煽ってる。今のがそれです。すでに。ナレーションで言うね、なんかこうこの後どうなるのかみたいな。はい、ね、はい、はい。一体何があったのかみたいな。はい、次につなげるそのジャンプの最後のコマみたいな。ああ、わかりやすいね。わかりやすい。次回どうなるっていうところのなんかその煽りっていうのをなんかこう言ったりするんですけれども、ちなみになんですけど、この番組のしゅんちゅけくん、はい、あなたがやってるね、しゅんちゅけくんにも立木さんが声を当てるとなったらかっこよく煽れるのかな、ぜひやっていただくと思ったりするんですけど、じゃあ一回僕が、はい、あの普段やってる、まあ、このしゅんちゅけくんですけど、どんな感じでやってるかっていう、食パンみたいだね。そうですね。ちわちわ、しゅんちゅけくんです。今回のオネフェスは声優ナレーターとして大人気の立木のおじき、超貴重番組恒例のフラッシュキャラ編に挑戦。こんな立木のおじきが見られるのはオネフェスだけ。刮目せよって感じで、はい、いいですね。まあちょっとなんか腹立つキャラクター、腹立つがいい。自分で言っちゃう。なんかちょこまかしてるような感じでやってるんですけど、超個性的。はいはいはい。まあこれをね、立木さんがやったらどうなるの。いい、そんなお願いしていいんですか。どうなっちゃうんだろうね。キラキラ、シュースケ君です。今回のオネフェスは声優ナレーターとして大人気の立木のおじき、チャーキショー番組恒例のフラッシュキャラ編に挑戦。こんな立木のおじきが見られるのはオネフェスだけ。刮目せよ。うわかっこいい。はい、交代です。交代です。ありがとうございました。かっこいい。今までありがとうございました。はい、今までそんな、はい、もう早いな。2代目です。本当に2代目です。もうやらせていただきます。もうです。降板します。続いてはほぼ全キャラ立木のおじき、オリジナルアニメを公開する。もう今やっていただいて分かったかと思いますけど、まあ、どんなキャラクターでもかっこよくできることが分かった上で、はい、こんな企画にも挑戦したいと思います。題してイベントアニメを立木節でかっこよくさせろ。いいですね。本人が拍手してる。だんだん立木さんに侵食されていく俺たちね。はい。第1回目のイベントみたいなくなっちゃうんですね。なっちゃう、はい。第1回目のイベント、あの、はい、イベントをやったんですけども、そこでですね、人気声優さんたちが作ったキャラクターでアニメを作ったんですけれども、うん、そちらのアニメのキャラに立木さんが声を当てたらめちゃくちゃかっこいい作品になるんじゃないかという検証企画になっております。ちなみにですね、その人気声優さんたちが作ったキャラがこちらになります。うん、わー、はい、すごいね。もうちょっと懐かしい。懐かしいね。すごいね、この絵は。ひどいですよね。ひどいですよね。ひどいって言っていいのかな。ひどいのもありますね。ひどいのもあります。確かに。まあ、僕と俊介が作ったキャラクターが左上の野原と小一、小一森で、自分が一番声できる。はい、声できる。他の人には絶対勝てない。そうですね。もうちょっと今回はですね、その僕と俊介以外の6キャラを
ロッキャラ立木さんにちょっと演じていただこうかなと。だって女子もいるからね、ミシェル ね、 そうね、賢秀が描いたね、ミシェルね、うん、そしてファットマンもね、友和さんやっぱうまいね、うまいね、うまいね、確かにキャラ作りうまいね。ナミカさん何なの、シャーピー、なんだよこれこれ何、これマジで何だったんですかね、これ潰されちゃうね、これふわっと飛んでいきそうなキャラだね。あと三宅さんが考えられた鬼転がし張り回り、まあ、これでも三宅さんらしい、名前言うだけで神相談した。で、修吾さんが考えたボマルイ前、ボマルイ前ね、ボマルイ前で、リョータがジョナサン・バッキャロ、まあリョータっぽい、かっこいいね、これかっこいいね、ジョナサン・バッキャロ考えそうなもんやな、いいですね、はい、こちらをね、だから立木さんに女性キャラもやっていただくっていうことですよね。確かに、でも、ね、意外と思うんですけど女性キャラの方がやりやすい、やりやすい。もうなってますね、この中の組み合わせで言ったらですよ、これを同時にやるとなったら女性キャラの方がちゃんと個性が立つ。個性はね、確かに今回ね、収録をちゃんとさせていただくような形で、はい、今収録させていただいて、うん、最後にみんなで感想を見ようと、わかりました、するなっておりますので、はい、では収録の方に参りましょう。イベントアニメを立ち木節でかっこよくさせろ、アフレコスタートです。闇にはびこる悪党はあっという間に食い尽くす、ロース若津ホットマン参上。ホットマン、ホットマン、ホットマン、私鬼転がし張り回と申します。いいじゃないか、いいじゃないか、泣いたり笑ったり黄ばんだり汗ばんだりしようぜ。そして俺の名前はもまるい前ヒューゴ。君たちやめないか、いけない、遅刻遅刻、私の名前はミシェル、あいつ何にもしてくれ。これ俺負担高いね、やばいっすよね。そうなんですよ、多分ゲスト史上一番過酷なですよね、はい。ドキドキ、ヤバいやつだねこれ。いけない、遅刻遅刻。私の名前はミシェル、おてんば娘の16歳。今日は転校初日なのに寝坊しちゃった。急いで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 。サブの姉ちゃん、ちょっと待ちな。誰。俺の名前はシャーピー。そして俺の名前はもまるい前ヒューゴ。今日は変わってねえじゃんと。俺たちだ、そうで。君たちやめないか、お嬢ちゃん。ヘプシー、どさくさに紛れる。うーやねね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 ねいい声だけど、気持ち悪い。誰か、誰か助けて。ちょっと待った。誰だ。この世に悪がある限り、正義の怒りが俺を呼ぶ。闇にはびこる悪党は、あっという間に食い尽くす。ロース若津、ホットマン参上。ゴロゴロしてる。さあ早くその子から離れるんだ。さもなくばひどいことになると。いや落ちて喋れよ。説明しよう。ファットマンはさっきご飯を食べたばかりでめちゃめちゃ眠いのだ。ダメだ、あの子を助けたいのに眠気に勝てない。どうすればいいか。ボンジュールファットマン、ご機嫌うるわしよ。あなたはファットマンの師匠、小一森寺。ファットマンよ、その二人は喜びと悲しみのキャラクター。あおう、つまりそいつの怒りを高めれば、キャラが崩壊して倒れるしよ。そうだったのか。よし覚悟しろ。弱点が分かったところでなんだ。お前はどうせ面倒くさくて戦えないんだろう。かっこいいな、かっこいいな。しまった、その通りだ、めちゃくちゃ面倒くさい。いや、イカレ立てろよ。ハットマン、ハットマン。次は誰だ。私
お肉転がし、ありがとうございます。かわいい、甘いものが好きなんですよね。こんな喋り方するんだ。ペロペロちゃんで舐めたいな。ペロペロペロ気持ち悪い。アリマオ、あいつの弱点は怒りだ。怒りを引き出せば勝てるぞ。かしこまり、ここここ私にお任せを。おお、何をする気だ。かっこいい。アリマオパンチ。おお、怒り関係ねえ。彼が何やった、悪を倒したぞ。さすがだ、さすがだ、ファットマン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 。あいつ何にもしてくれ。めちゃめちゃ、いや素晴らしい、完成度高いな、おい。いやいやいや、もう素晴らしい。いいね、面白い、毎週見たい。これこれぞアニメだよ。これぞアニメだ。これはテレビ朝日さんでできないんですか、これはね。日朝とかどう、これ。う、朝の7時半ぐらいに、どう、7時半ぐらいね、見たいよこれ。あいつ何もしてない。めっちゃシュールだね。オチが完璧。今の時代でこそこういうアニメをやってるんですね。そうですよ、多様性に、ね、多様性のアニメ。あ、いいこと言う。もう表現の自由度がね、半端じゃない。これはいい。しかも少人数でやってるっていう。そうですね。それまたいいですよね。いいですよね。いやでもこれも立木さんのでも本当もう熱演技力ね。もう見た、かっこよかった。シャーピーあんなキャラじゃなかったのにな。違ったよね。そこの姉ちゃん、ちょっと待ちな。俺の名前はシャーピー。おいねえだよね。ねえ、ちょっと面白くやろうとして、うん、なるほどね。すげえイケメンになった。イケメンなんですね。でもみんななんか魅力的なキャラですよね。いやそう、アニメーターさんも頑張ってくださって、ね、そうなんですよね。いやもうありがとうございました。ぜひね、皆さん何回も何回も見ちゃうの、これ。ぜひぜひ見てください、これ、ぜひ。めちゃくちゃ聞こえる。これはね、いませんっていうのはかっこいいですけど、はい、おぉ、立木さんクラスでも男臭さ、渋さ臭さをやるような、まあ最近で言うと、今現在の願望ですね、俺のね。これはでも立木さんにしかない悩みというか、ね、それまではマヨネーズご飯とかね、明太子ご飯とかね、もうカップラーメンばっかりとかね、実写で俺にしてくんねえかな。実写ドラえもん。